どうも、ご石王です。今回は大量のお守りを入手する方法をご紹介していきたいと思います。最初説明ですね。そのミッションをこなすためにやらなければいけないこと。ハンターランク、村クエを6、星6まで進めること。それから、どこの村だっけ？ポッケだっけ？ペルナ、ココットですね。ココット村でヒーローブレードってやつを抜く。で、その後ですね、ポッケ村に向かって工房おばあちゃんっていうのを話すと、これですね、合流テガレックスっていうミッションで、合流テガレックスを受諾してクリアする。で、また工房おばあちゃんに話すとこれが出ます。英雄への道が出ます。またテガレックスを倒します。村クエなんでそんなに難しくないはずです。で、倒し終わったら今度はモガの老職人と話すんですね。すると集会所のクエが出ます。上位クエなんですよね。だから少し一人でやるのはめんどくさい。自分は一人でやりましたけど、この3体を倒さなきゃいけないです。熱さの喧嘩は武器のもとですね。これをクリアします。で、これをクリアした後、職人と話すと行くものを加工屋から、炭と掘れ粘石炭っていう依頼が出されますんで、このミッションが、お守りを大量にゲットするためのミッションクエストでございます。これで第一段階終了で、これだと古びたお守りをゲットするための方法、今回は大量にゲットするためなんで装備を整えないといけません。これです。ギルドガードシリーズですね。これはですね、ステータスを見てもらうと早いんですが、こうなります。五石王っていうものがつきます。まあ、采配は関係ありませんね。で、自分は五石で採取をつけています。で、本来だと10しか確保できないんでお守り収集なんですが、お守りハンターまで、自分はやってます。これもステータスか。装飾品を5つつけて、このように上げています。もし採取プラス13なんかがゲットできるのであれば、まあ、5石かあるいは武器のスロットでプラス15にして採取をプラス2にしたいですね。これですね、採取プラス2まで行きたいところです。はい。で、めんどくさいのがこの防具を作るのに必要なクエストっていうのがあるんですよ。また村に戻ります。村の6で高難度クエなんで上位ですね。上位クエなんでちょっとめんどくさいんだけど、でもそんなにきつくないはず。ゲネルセルタスならをクリアしなきゃなりませんの後、これがめんどくさい。青の連撃ですね。闘技場で、同時2体です。アシュラさんホルルが出てきて最初。で、片方倒したら、一番右、ザボアザギルだ。ザボアが出てくるんですよね。すごいめんどくさい。これは時間かかりました。上位だしね。この2つをクリアすると、この防具が、今つけてる防具が作れるようになります。このペルナスシリーズですね。ペルナス、頭にペルナスって来てるやつが一番下にですね、猫の秘境探索術っていうのが入ってるんで、で、この右のにゃんこのテーマークですね、ミッキーのテーマークがついてると高確率で発動するようになってるんで、いや、むしろ 100% なのか。秘境探索術をつけてください。で、持ち物はこれで OK です。この上4つはいりません。で、一応ピッケルグレートも持ってってますが、多分ピッケルだけで大丈夫だと思います。戻り玉1個持っとくとかなり楽になります。じゃあ行きましょう。早速やっていこう。これポイントは秘境術をつけるってとこにありますね。じゃあ下画面一旦いらなくなるんで上画面のみでいきたいと思います。タントホレ粘石炭、粘石炭を10個入れるクエストなんですよね。で、ポイントはそこじゃなくて、まず後ろに戻ってもらってここですね。で、五石王の効果でお守りがかける2になりました。まあ、これは運ですね。多分 10% か 20% か、そんなところでしょう。で、ここにも鉱石ポイントがありますが、多分これは出ないのかな。ただ、鉱石は取っとくといいと思います。お金になるからね。このクエストはいいところはプラスお金も集まるっていうところです。モハンクロス結構金がなくなるゲームだと思うんですけど、来ましたね、フルオーマー ×2。これです、これです。これを狙ってます。
まあ、光るお守りでもね、それなりにいいお守り出ますから、OK です。正面にポイントがない。こっちにもないとすると、ここに2つあるでしょ ?OK。ここは2つあります。必ず2つありまして、ここは青ですね。うん。ない場合は、自分が今見てる方向に1つずつあります。で、青いとどうやら粘石なのでないらしい。今んとこ順調。いやでもまだ2個か。ね、粘石炭を10個確保しなきゃいけないんですよね。あー、これなんかフラグっぽいな。あーでも4つか。まだわかんないけど。ね、ここ6番かな。で、上が8番だと思うんだけど。6と8で粘石炭を10個集めたい。そうすると周回が楽になります。ただどうしても手に入らないパターンがあるので。入らなかった設定でいきます。今回は。多分集まる。でも、今回は集まります。カブラスさん。カブラスさんめんどくさいけど、スルーで。で、ここら辺もですね、色が青く変わったりするパターンがありますね。粘石炭が集まんないなってことは結構、稀どころか、もう結構あると思います。ここは3箇所ありますが、捨てます、今回は。ドン。で、戻り玉で1回戻りましょう。で、今回は粘石炭が10個集まらなかった想定でやります。9つ納品して、で、ここで戻り玉1個確保して、集まらなかった。だから粘石炭が2つとかしか手に入らなかったパターンですね。そしたらこっちに行きます。ここに2箇所ですね。赤いのから割と粘石炭で、やばい。やばいやばい。で、自分の感覚なんだけど、この鉱石ポイントから結構お守りが出やすい感じがするんだよね、自分の中では。なんでおすすめです。はい。じゃあまあ、今回はいいかな。あとは鉱石ポイントの場所ですね。右に1個あるのわかるかな。これもお守り出ます。あと、ここにたまに青が発生するんで、ここ結構おすすめですね。結構出る。で、ここにない場合は、こっちにあるのか。うん。で、この上にも青いポイントが1個出たりするんで、ゆっくり集めたいって方はですね、行ってもいいかもしれませんね。で、ここで、なんとか粘石炭が10個集まったっていうことにしましょう。で、戻り玉で戻ります。で、納品します。納品して、支給品が届くんで、猫宅チケット取って、戻り玉ももらっとけば、戻り玉は1個で済むっていう。ちゃんと循環して、クーラードリンクも4つ確保できる。まあ、まあ必要ないですけどね。これで集会所に戻ります。最初の引き用の時点でお守りがもうなんか10個ぐらい確保できるパターンなんかもあるんで。報酬がこんな風にフローマが出てくるから、あと太鼓の塊も出てくるんでね。で、これが、ブルームスターとかっていうやつが出てくると、あ、出なかったですね、残念。高く売れるんですけど。さあ、じゃあお守りが、2、4、6、8、10、10。だから16。16くらいですね、確保。あんまり出なかったなっていうので16確保できてるんで、一応プラス5以上で竜の5石は一応残してるんだけど、あー、加護は確か7があったからいいや。腹減りプラス10、強撃耐性プラス2か。あ、剣術5とかありがたいかも。すごく風化したら確か持ってなかったな。剣術プライオンだけど、スロットが3つ空いてるんで一応取っときましょうか。はい。今んとこ自分はこんな感じで回ってます。おすすめです。お金も結構手に入るんでね。これやる前まで所持金8万銭ぐらいしかなかったけどね。46万まで増えてますからね。はい。おすすめです。時間もそんなにかからないんで、ぜひやってみてください。じゃあ、説明長くなっちゃいましたけど。以上ですね。お守り。また、マルチの方で試してみて、結果をお知らせしますんで、動画見ていただけたら嬉しいです。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。